運んだ森島、取りに行った森島、森島行った、まだ行った、森島引きつけてペレイラだ。野上のパスからうまく前向いた森島、あいい寄せで宇賀神です。押し出します。3人が囲い込み、いいプレーですね。はい、松岡行きますが森島まだ失わない。森島からハイネル、いいところ通ったか森下、だからあっとここは川辺、いい形でカットなる。森島からレアンドロペアイラ、ビッグチャンスが落としてる中での少しミスからなのでね。いやいや、いったー、PK。 セカンドは森島拾いました。森島、さあ高見でも厳しくいきますが、いった森島、やめましたね。1枚イエローもらってるので守備なんですが、攻守の切り替えを早くすること、そして攻撃では奪ったところから森島スルーパス、レアンドロペレイラ、森島狙って決まった。先制はサンフレッチェ広島、10番の森島、決定機だ、森島だ、森島のシュート、またしてもショートカウンター。最後は10番森島司が決めました。キーパーへチェック、蹴らせてここで取りたい鹿島ですが、中間ポジション取った森島、綺麗に止めてサイドチェンジ。さあシャドウ、森島呼んでいます。この森島いいファーストコントロール、中盤での攻防が続いて抜けたか、森島スピードを生かしたドリブル、森島行った、縦に送って東、森島、森島はスピードを生かして左を破った。さあ森島いった、良さが出ました。森島スペースにねドリブル押しかけていきましたから、助走を取って中央に入ったボール、佐々木、森島のコーナー、佐々木のヘディングでセンターを取ったのは、さあ森島のクロス、ファーからハイネル、ヘディングね。え、森島がいい位置で受ける。レンドさんですかね。いや、うまいですね。まあ、中はルーカです。森島。ルーカフェルナンデスが対応する。森島がドリブルで仕掛ける。触りました。森島。繋がった。エゼキエル入れた。打球を狙ってました。拾った森島、うまくターン。残した。これはファールが厳しい。東が背後に入れて森島反応、入れ替わった、森島だ、森島、先制サンフレッチェ広島、巧みに体を入れて、ドグラスミラが先に触る、森島、広島先制は森島の左足、イエラからさあ繋いでいく森島か、あっとPK、 ペナルティーキック、イエローカードが出ました。畑中、森島いいコントロール、マテイヨニッチ行きます、松田戻ってくる、森島キープ、マテイヨニッチホイッスル、さあ逆サイド、野上のもう一本、森島ナイスタッチ、森島から森島です。うん、柏は渡したボールちょっと厳しいか、いや森島、折り返しか、シュートだ、森島です、中には2枚のターゲット、森島のシュート、伸ばすね、ここでミドルシュート、わずかに左、森島、森島の右足、ナイスキーパー、降りてきた森島、森島から長井だ、長井ボックス内、クロスを選択した、森島のシュート、ナイスキーパー、ないと思いますから、低いボールこぼれて森島だ、クロスバー、フリーキックを決めています。一択で来ました森島、森島直接来た、森島直接決めました、まあ、うまくこう縦に落としましたよね、まさに狙い通り森島司、はい、まあ自信があったんでしょうね、はい、最後は森島一択、チームメイトも彼に委ねました。